もう終わりにしましょう、ビレール。ほう、自らを盾にして彼女を守ろうというのか。ケビン先輩、我々は拒絶されたのだ。この世界から、彼女たちから。人間が、たかが人間が僕を拒絶する、そんなことありえるはずがない。彼らは理解していないのだ、この世界の危うさが。細い糸の上に立つ脆弱なる世界、バランスを崩せば全て無に帰すことを。理解していないのも我々です。彼らは自らの道を自分の力で歩もうとしている。全てを知った上でその意図を渡り切ると言っているのです。そんなことできるわけがない。そうかな、僕は可能だと思うよ。ケオス君、イエオーシュ、君がそんなことを言うとは意外だね。君が考えている以上に、この世界は柔軟にできている。現に今、この世界全体に揺らぎが広がり始めているんだ。君がその力を解放するとでも言うのか。君はこの宇宙に施されたフェイルセーフだ。その君が力を解放すれば、揺らぎがどうのと言っている状態ではなくなるぞ。それにもはや彼らの心を抑えることなどできない。僕一人ではね。でも僕は一人じゃない。そうか、ここに来て自らの運命に立ち向かおうというのか。興味深い決断だが残念だ。少々遅かったようだよ。